朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である、労働党と国家武力の最高指導者金正恩同士が8月24日新しく開発した超大型ロケット砲のテスト射撃を指導しました。党中央委員会と国防科学部門の指導幹部たちがテスト射撃を共に指導しました。金正恩委員長は超大型ロケット砲兵器システムの開発状況について聞き、テスト射撃の命令を下しました。テスト射撃を通して超大型ロケット砲兵器システムのすべての戦術技術的特性が計画された指標に正確に達したことが検証されました。金正恩委員長は超大型ロケット砲兵器システムの巨大な戦闘的威力を見てとても喜びました。金正恩委員長は本当にすごい兵器だ、我々の若い国防科学者たちが一度見たこともない兵器システムをただ自分の頭で着想し設計して一挙に成功させたが聡明だ、大きなことをしたと高く評価しました。そして今日何よりも嬉しいのは、新鋭兵器の開発の過程を通して主体的国防工業の飛躍的発展を担っていく若手のそうそうたる人材部隊が育成されていることだとし、この人たちは千万金にも換えられない国の尊い宝財産である、党に忠実な才能ある国防科学者技術者がいて主体的国防工業は絶え間なく発展するだろうと誇りに満ちて述べました。また我々が開発し完成した一つ一つの主体的兵器には国と人民の運命と未来の責任を持って諸村式社会主義を固く守っていく強力な戦争抑止力をもたらした諸村労働党の偉大さと、その導きに従って愛国の血と汗を惜しみなく捧げる我が国防科学者の清らかな心が凝縮されていると述べました。さらに8月24日は本当に忘れられない良い日だ、3年前のちょうどこの日、我々は世界的にいくつしかない戦略潜水艦弾道弾水中テスト発射にも成功したと感慨深く話し、折り重なる試練を乗り越えて戦略兵器を開発し完成した忘れられない日々を愛する戦友たちと共に振り返りました。金正恩委員長は我々の国防工業の重要な使命は国家防衛力を鉄壁のように固めて党と革命、国と人民を守り、革命の最後の勝利を裏付け社会主義強国建設を先導し積極的に促すことだとし、我々の力を我々が求める水準に引き上げるための攻撃戦を屈することなく繰り広げて敵対勢力のエスカレートする軍事的脅威と圧迫攻勢を断固制圧し粉砕する諸村式の戦略戦術兵器の開発を引き続き力強く早めなければならないと述べました。戦軍令に際して共和国英雄称号を受けたアンドンスさんの遺族のチョンイルシムさんが23日、マンスベの丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の銅像に花籠を捧げ敬意を表しました。23日空路平壌入りした中央常任委員会ホン・ファンイン副委員長を率いる在日本諸村留学生同盟代表団がマンスベの丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の銅像に献花し敬意を表しました。平壌交通運輸総合大学の創立60周年を迎え、全国鉄道運輸部門の科学技術発表会及び展示会が21日と22日の両日、諸村科学技術総連盟中央委員会の主催で行われました。キム・イルソン総合大学、平壌交通運輸総合大学、鉄道研究員などの教員、研究者、技術者、大学院生がこれに参加しました。この度の発表会及び展示会には人民経済の先駆けの部門である鉄道運輸部門で輸送の手配と指揮を科学化合理化し、
物質的、技術的土台の強化に役立つ580余りの価値ある研究論文と展示品が提出されました。諸村科学技術総連盟中央委員会主催の全国非鉄金属工業部門と水産部門の科学技術発表会が20日から22日までムンピョン製錬所とウォンサン水産大学でそれぞれ行われました。キムルソン総合大学をはじめ各大学とムンピョン製錬所、東海水産研究所、ハムギョン北道水産管理局などの科学者、技術者、教員、研究者、三大革命グループ員、大学院生、現場の人たちがこれに参加しました。各発表会に非鉄金属工業と水産業の発展に役立つ210余りの価値ある論文が提出されました。人民経済の各部門で成果が収められています。スンチョン林産肥料工場の建設では施工が複雑で膨大な工事量の骨組み工事が終盤で進められています。キムチェク削岩機工場でもチョンジン鉱山金属大学の教員研究者の協力を得て削岩機の組み立てラインの設置を終盤で進めています。バイサントラクター部品工場では生産工程の近代化を進めてトラクターの部品を十分生産しています。諸村各地でひまわりが広く栽培されています。ハムギョン北道ムサン郡では数十ヘクタールの面積で混作などによるひまわりの栽培が行われています。ハムギョン南道ホチョン郡でも今年110ヘクタールの面積にひまわりを発種しました。平安北道クァクサン郡の各共同農場では毎年多量のひまわりを収穫しており、梁岩道カプサン郡の各農場では北部鉱山地帯に適した品種を植えて実益を得ています。平安市寸岩区域の各共同農場でも背の低いひまわりの栽培を着実に行っています。全国の職業同盟の活動家と同盟員の読書・読書コンクール入選者の講演が22日中央労働者会館で行われました。諸村職業総同盟中央委員会中四ギル委員長と職業同盟の活動家、平安市内の勤労者が講演を鑑賞しました。女性読書と合唱我が国旗で始まった講演では、女性読書大事な大事な社会主義、男性民謡読書我が民族が一番、男性重唱シスコも革命の信念捨てるな、バイオリン独奏愛についての思いなどの演目が披露されました。以上で小道館のニュースを終わります。アナウンス担当は関数に応援服でした。立場は諸村の声放送です。不伐の強国を建てた不滅の強石器、世界が独創的な先軍政治で国と民族の尊厳と自主権を固く守り、社会主義運用の勝利を確実なものにした偉大な金正恩総書記の不滅の業績を高く称えています。チチェ思想国際研究所理事長は、早くから国を守ることの真の意味を悟っていた金正恩総書記は、先軍の旗を高く掲げ、国と人民の利益、社会主義を守るために全力を尽くした。総書記は、透ける海も険しい峰も厭わず、人民軍軍人がいるところは全て訪ねていったと言いました。ネパールマルクス・レーニン主義共産党中央委員会のチャンドラ・プラカシ・マイナリ書記長はこう語りました。In the late 1990s, in particular, Korea was in worse adversity.1990年代末、敵対勢力の悪辣な政治的軍事的挑発と執拗な制裁、相次ぐ天災など、他国なら何百回も倒れて被殺し、最悪の逆境の中でも、先軍の威力で諸村の新世紀の繁栄をもたらした総書記の業績は、まさに歴史にかつてないことでした。
帝国主義者の反共乱の反社会主義世界制覇の野望を断固粉砕した金正恩総書記の正しく決断力のある指導がなかったなら、世界人民の自死の偉業はすでに停滞と挫折を余儀なくされたでしょう。ロシアのパトリオット新聞社の編集長は、世界の人々は輝く太陽となって何にも被験できない大きな業績を残した金正恩総書記に崇高な敬意を表している。総書記のエネルギッシュな指導によって朝鮮は誰も手出しできない不抜の政治軍事の強国として名を馳せ、繁栄の土台はすっかり築かれたと言いました。ミャンマー連邦団結発展と中央執行委員は次のように語りました。今朝鮮人民の最高指導者である敬愛する金正恩委員長は、偉大な金正恩総書記の崇高な偉業を見事に引き継いでいます。朝鮮人民は金正恩委員長の正しい導きのもと、金日成主席と金正恩総書記の思想と偉業を必ず実現するでしょう。世界の声でした。親子ともに人民俳優称号の受賞者。平壌の未来科学者通りに親子ともに人民俳優の称号を受けた家族がいます。父のリー・ジンテクさんは定年が過ぎて今は引退しています。本名より人民賞受賞作品の革命歌劇看護婦物語の登場人物であるミョンホの名で広く知られた人です。偉大な金正恩総書記は1970年代初頭、この革命歌劇を朝鮮人民軍共創団で創作するようにし、創作の過程を直々指導して時代の名作として完成させました。その日々にヒロインの観音獄と主役脇役の俳優の歌と演技のやり方に深い関心を払いました。人民俳優称号の受賞者のリー・ブンテクさんはこう話します。그때ウィリアム장군님께서는내가맡은명호역을当時金正恩総書記は私が演じる明穂の役を見て、ある時は歌が上手だが、ある時は興奮したせいか歌が上手にならないと言って細やかな指導をしました。歌劇で明穂はヒロインの観音獄が献血した血を受け、熱い同志愛によって回復されます。それでヒロインが悲壮な最後を遂げた時は誰よりも胸を痛め復讐を誓います。リーさんがこの役をうまく演じることができたのは総書記の最新の指導があったからです。総書記はリーさんのことをミョンホと親しく呼んで配慮の限りを施しました。リーさんは革命歌劇だけでなく貫禄がある功労国家合唱団でも声楽俳優として活躍しました。息子のリー・ソンチョルさんは朝鮮人民の間でテノール歌手として広く知られています。10年前ロシア21世紀管弦楽団の朝鮮ツアーの時、息子のリーさんは楽団の要請でイタリア名曲の音頭を取りました。その時楽団のチーフコンダクターは唱嘆を禁じえず、リーさんにイタリアで音楽の勉強をしたのか聞いたほどでした。リーさんはその問いに平壌の大学で勉強したと答えたそうです。革命歌劇のミョンホの役を演じる父のように立派に歌を歌うのが幼年時代のリーさんの夢でした。その夢が叶ったのです。除隊後大学を出たリーさんは1984年、1995年、功労国家合唱団のソリストになりました。人民俳優称号の受賞者、国際コンクール入賞者のリー・ソンチョルさんの話です。제가아버지로부터유전적으로물론목소리는좋은목소리를농조받았지만은もちろん声がいいというのは父から譲られたものでしょう。しかし総書記の配慮がなければ名歌手にはなれなかったと思います。金正日総書記は功労国家合唱団で音頭を取るリーさんの歌い方で足りないのは何か、
それはどういうふうに歌うべきで表情はいかにし発音はどうすべきなのかなどに至るまで詳しく教えました。いつでしたか総書記は親の李さんが合唱台に立ちその前で息子の李さんが音頭を取るのがとても珍しいことだと言いました。そして李さん親子を身近に呼んでデュエットも聴き歌が上手だと褒めました。敬愛する最高指導者金正恩委員長も功労国家合唱団の公演を見るたびにリー・ソンチョルさんが歌が上手だと高く評価しました。リーさんは金正恩委員長の信頼の中現在キム・ウォンギュン音楽総合大学で教鞭をとっています。親子ともに人民俳優称号の受賞者という名誉を代を継いで輝かそうというのがリーさん一家の目標です。リー・ソンチョルさんの息子のキム・ウォンギュン音楽総合大学の学生リー・ジャンソンさんのお話です。저는위대한장군님과경려하는원수님의자유로운품속에서온나라가다김정일소속도김정은委員長の配慮の中国中に知られた人民俳優となった祖父と父のようにレッスンに学んで立派な歌手になるつもりです。子ともに人民俳優称号の受賞者郷大使とお話ししました。